ワクチンです。本日はカオスな会社によるカオスな会社のためのカオスなレースを見に行きたいと思います。よろしくお願いいたします。カオスな会社というのは名古屋鉄道株式会社、通称名鉄のことを言っておりますが、その名鉄の協賛で年に一度 JRA 中京競馬場で開かれるレースが名鉄杯です。JRA で行われている沿線大手私鉄5社の冠競争には、京成杯、京王杯、京阪杯、阪急杯、そしてこの名鉄杯がありますが、この名鉄杯は唯一重賞でない、つまりグレードの低いレースとなっております。しかしこの名鉄杯、オープン特別競争とは思えないレースとなっております。と言っているうちに中京競馬場前駅に到着です。駅から競馬場までは歩いて10分弱です。現在 JRA では新型コロナウイルスの影響で入場者を抽選で当たった人のみに制限しております。まず最初にサイレンス塚に挨拶をします。その後パドックで出走馬の大殿筋あたりを舐め回すように見ます。そしていいケツしてた大馬さんに見つぎます。今お聞きいただいたのはご存知の方多いかと思いますが、名鉄のミュージックホーンです。動画の冒頭で名鉄杯はカオスなレースといった理由の一つに専用のファンファーレがあるということが挙げられます。現在 JRA が開催しているレースで専用のファンファーレを持っているのは G1 最もグレードの高いレースの一つである宝塚記念とこの名鉄杯のみです。そして通常であればそのファンファーレを、名鉄ブラスバンド部の方々がまさにこの目の前で生演奏するのですが、2020年から今回の3回は新型コロナウイルスの影響で残念ながら CD 音源の再生となっています。それでは中京11レース名鉄杯のファンファーレです。ご覧いただいた通り、ターフビジョンに 7000K パノラマカーと 1000K パノラマスーパーの CG 映像が流れるというのも G1 レース並みの演出だと言えます。さて、私はオモババで先行した馬がそのまま残ると呼んで、またオモババが得意な傾向があると言われているロードカナロア産駒のフォーテという馬を軸で買ってみたんですが、あれ フォーテあれ後ろポツンじゃないですか、フォーテさん。あれフォーテさん先行するってロンドンテソーロだ、ロンドンテソーロ携帯ポイズ、わあ団子団子団子、
はい、以上名鉄祭でした。ご視聴ありがとうございました。